津栄港は、新末民発の政治家。新末は、幸福会に属し、民国時代は、北京政府、安岐派を経て、国民政府にも属した。字は、文禄1907年、甲州赤木工学を卒業し、幸福会に属した。1911年の新外革命では、甲州の放棄に参加し、1912年8月、 石膏と特府民政支市長に就任する。以後、1913年2月、同省内務支市長、同年8月、同省庶民政長を歴任して、1914年5月、同省順安市に就任した。遠政外死後安暗派に属し、1918年、北京政府国務院顧問に任命され、三位将軍の位を授与された。1919年7月、 初参島省省庁に任命されたが、同じ暗ン派の三島特軍、田中玉と、権力構想を繰り広げる。当初、暗ン派軍人である馬領の支援を受けた、靴へ移行型に対して優位に立っていた。しかし、1920年7月の安直戦争で、暗ン派が敗北すると、靴の方が下野に追い込まれた。1921年、大総統府顧問となり、 1924年10月、チョスケナリラとネーハで、石膏自治委員会を組織し、一時は独立を宣言した。1925年2月、前後会議代表に任命され、1926年3月には、内務総長権にニアカム特弁に任じられたが、同年5月、辞任して、欧州へ考察に赴いた。1927年帰国し、上海に隠居する。 1929年には、密教の勘定を受け、法、剣上司と称した。1938年5月、国民政府ブリズミ委員会副委員長に、翌年3月には、軍事委員会選地統制委員会委員に任命された。中華人民共和国成立直前に、台湾へ逃れ、相当不国策顧問として招聘されたものの、大ね仏道に専念した。 1973年9月19日死去去年91ありがとうございます。